どうもこんにちは、ナッチでございます。今回はこちら使っていきます。キングブラッドレイさんですかね。こちら固定ダメージがなんかすごいっていう話をね聞きますけども、まあそれはいろんな方がも動画出しちゃったんで、僕はあえて今からやる気はありません。僕の場合は生放送でガチャを引くんで、こうね、その日に月曜日実装されてからすぐこの検証とかをねできないんですよね。まあなんで今回は普通にリーダーとしてね使っていきたいと思います。はい、リーダースキルが 7×6 番目になって、闇属性の HP と攻撃 1.5 倍、闇の2コンボ以上で攻撃力上昇最大5倍ということで、これアヌビスと組み合わせたら強いんじゃねえかっていう話を僕したと思います、実装前に。ただ闇が深かった。なんと最大闇5コンボっていうことを聞きまして、使えなくはないと思うんだってことで今回使ってみたいと思います。はい、行きましょう。たまにはまったりね、闘技場行きましょうか。とりあえずまあ使ってみて、あとは雑談的な感じで行きましょうか。めんどくせえんだよなこいつかな、盤面広いとな。ターディス使ったっけ今、やばいな、今の瞬間に忘れるっていうね。さあとりあえず闇の1コンボでどんなもん、あ2コンボ入りました、どんなもんなんでしょうか。なるほど、できれば全属性あった方が良かったのかな。まあでもガードブレイク必要ないですよねこのパーティーに。そんな貫通できないようなねダンジョンでもないんで。アヌビスでも厳しいキャラがいるところだったら一応全属性持ってった方がいいのかなって感じはします。闇が落ちてませんでした。これなんか嫌な予感しない？一応これ使っとくわ。はい、お疲れ様です。ということでですね、ちょっと話したいことがねいろいろありましてね、まったりやっていきましょうか。長いダンジョンになるんで。まずですね、今日ね朝起きたらね、あるゲームがメンテナンスになってて、ついに終わっちまったよ、ミリオンライブ。関係ない話で申し訳ないんだけど、まあソシャゲの話なんでね、ちょっとこれは言わせてください。やっぱりそのなんだ、ソフトのタイトルとソシャゲの違うところって、サービスが終了することがねあるんですよね。今回それを体験してしまって、まあすごい複雑な気持ちです。すごい複雑な気持ちなんですね。お、なんだカウンターか。そう、すごいね複雑なんですよ。まあ悲しいのはもちろんね、もちろん悲しいんだよ。今までやってきたゲームがさ、まあできなくなったわけではないから別にいいんだけど、まあそれでも更新は終わってしまうんで、なんでまあいずれねどんなゲームでもね、まあ、相当長持ちしない限りは終わりを迎えると思うんですね。ちょっと怖いなこの辺、全員バインドですもんね。おお、ちょちょ危ないって。たまにそういうことするやつがおるんだよな。これ固定ダメージ打ったらどうなるんですかね。打ってみていいですか。これ全員倒せんのかな。別に打つ必要はないんだけど、やってみてもよろしいでしょうか。おお、すごい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 。あーなんか死体に打った、ひどい。まあまあ彼は先制で殴ってきたんでね、それぐらいしてもいいと思います。ってことで、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、僕の感情はどうでもよくて、皆さんもいつ終了してもいいように、まあ、課金がもったいねえとか言う人はもう本当に課金はしないようにね。終了してから文句言うぐらいならもう課金はするなという話で、であとは、まあ、悔いのないようにってところですね。本当に、まあ、なんとなくゲームやってれば察しはつくと思うんですよ、そろそろこのゲームやばいなって。なんでまあその辺の頃合いを見て覚悟を決めた方がいいということをね、
突然やってきます。今やってるゲームがいつまでもできるとは限りませんからね。まあなんだかんだこうね、パズラにもここをこうしてくれとかね、いろいろ言ってますけど、僕もはよね、モンポ購入のとこキングタンに帰ろやとか、電光石火の敵の先制攻撃なくせやとかずっと言ってきましたけど、まあ、それ言えてるのがむしろ幸せだったっていうね、文句をね。ってことで、これからは文句も感謝を込めて言っていきたいと思います。それならいいんじゃないかな。で、めんどくさいね、こいつね。どうしようかな。副属性と主属性が同じキャラクターって処理がめんどくさいんですよね、こういう。アルテミスでよく思うんですけど。闇なしのコンボを組むか。いけそうだな。ターディスで倍率出して、で、まあ、闇のコンボがね、でも片方は条件ですから、若干厳しいかもしれませんが、これでいけてほしいです。で、HP も伸びてるんですけど、まあ、ディアブロも結局軽減なんで、そんなに大差はないですね。一緒みたいな感じですね。ってことで、まあ、パズラの話をしていきましょう。パズドラの話で言うと、なんかあったかな。あ、そうですね。プロデューサーが帰ってきましたね。なんかツイッターに。元気そうで何よりです。なんか昨日マルチの募集してましたけど、ね、今後もうそろそろさ、生放送復活してほしいよね。あ、なんか、動画でさ、究極進化の情報出されてもさ、なんかめんどくさいんだよね、あれ。見るの。正直。まあその動画で上げておけば、パズドラ離れてる人とかね、ツイッターやってない人も YouTube で例えばパズドラの動画見て関連動画から飛べるっていうのはあるんですけど、詳細だけ見たい人にとってはちょっとめんどくさいんだよね、あれ。まあそのうち運営サイトに出るんですけど、なんでまあね、せっかくならその呂布さんの進化とかもさ、ついに覚醒しますっていうのを放送とかで見たかったっていうのはあったし、そろそろ復活を望む声が大きいと思うんだよね。なんで僕はそろそろ生放送を復活させてほしいなと思ってます。じゃないとやっぱり盛り上がらないよね。水は一応あるのか。メリオダスなんだ。闇属性が 2.5 倍、回復力 1.5 倍の、あ、意外と悪くない。しばらくはこのまんまでいけそうですね。これ変になんか綺麗に組もうとするから、いつもね。あとはそうですね、インスタね、インスタ。あれよくわかんないよね。インスタ貼った瞬間にすぐ性能貼るっていうね。まあイラストも見てほしいっていうことなのかな。まあそれはそれでいいと思うんですけど、イラスト好きとしてはね。あとはパズラ界隈は結構イラストが盛り上がってるんでね、その二次創作っていうんですか、それが盛り上がってるイメージがあるんで、まあそういう人たちにとっても嬉しい要素ではあると思います。まあ僕もねコミケ行こうと思ってますので。でもだいぶなんかね、FGO だっけ、 FGO でいいんだっけ、あれに押されてるらしいですね。あれすごいな、コミケなんか何割かがあれみたいな話を聞きましたけどね。僕は全くわかんないんで、興味もクソもないんですけど、なんか大抵の人やってますからね。はい、さようなら。で、これでまた帰ってきますと。固定ダメージは結局ね、あいつでしか使いませんでしたね。まさかの玉ドラっていうね。玉ドラに打つのもどうかと思ったけど、死体蹴りができたから、個人的な恨みはね、晴らせましたね。はい、まあさすがにね、一応その、吸収無効持ってきたんですけど、さすがに、競技場1ぐらいじゃ、勝てますよね。百花繚乱でも良かった可能性が、これありますね。たまにはね、なんか、だらだら話そうかなと思ったんですよ、今日は。まあそれが良き方向に行ったと信じて、割と話題もあったんで。
おい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 、めんどくさいよこれ。しかも変に削るとめんどくさいよこれ。つなげまくります。こんだけ。そういうことすると思った。あ、そういうことしちゃうもんね。ただまあスキルも使ってないからこんなもんで、グラビティブレス飛んできて、でちょっと削ってからメリオダスで威嚇してやればこれはどうにかなると思いますので、その作戦でいきたいと思います。一応回復力はね、アヌビスが伸ばしますので、そこの相性はいいんだよね。ただまあディアブロの軽減に慣れてるとこういうところで差がつく、コーナーで差がつく。ディアブロだったら全然ね、こいつのグラビティブレスも気にする必要ありませんから、そこなんですよね。最近軽減ばっかですからね、どんなキャラクターも。アルテミスに軽減ついたら最強だと思うんだけどな。あいつが割合に少しでも強くなってくれればね、僕はね大満足なんですけど、なかなかそうはうまくいかないんですよね。とりあえず回復だけ、ドロップは少し取っておきます。闇の5コンボはほんと陣とか使わないと無理でしょうねこれ。特にエンハとか持ってこなかったわけですが、いけるんでしょうかね。若干不安でありますね。落ち込んしなくなっちゃうからね、コットンもこれもディメンションホールもね。スマイル使うって手はありますね。懐かしいな、スマイル強かったよね、曲芸師ね。はい、お疲れ様でした。ではでは高火力ぶっ放してやりましょうぜ。これは75万出るんでしたよね確か。一回どんなもん削るか打ってみようかな。 P に使ってもいいんだけど、 P に使おう。やっぱり死体蹴りをしたいってことで、スマイル意外と少ない。ディメンションホールも一緒だよね。でもね、3の意外と少ないな。ここでコットン使うってのはありますけどね。コットン使いましょう。コットン使ってこれでいきます。できればたくさんコンボ組みたいところ。あー、繋がってしもうたな。もったいないな。さあどうなりますでしょうか。落ち込んも闇は来ない。さすがにいけますね。これはさすがアヌビスって感じですね。では行きましょう。どっこいしょ。あ、途中で終わるんだ、さすがに。クリアの時までダン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 はさすがにないんですね。はい、ということで使ってみたんですけど、まあ言うほど相性がいいわけではないね。エスカマリとかペルセポナ入れたら相性いいんじゃないのって思うけど、そいつら入れるぐらいならディアーでいいのかなっていう気はしました。なんでまあこの人は別にアヌビスと合わせるようではない気がしますね。この固定ダメージの方がどっちかっていうと魅力的な気はします。でも闇パだったらいいですよねこれね。5コンボ必要だけど、闇ばっか使うパーティーだったらいいと思います。はい、ということで以上、キングブラッドレイとアヌビスを組み合わせて使ってみた動画でございました。バイバイ。